概要についてお話をさせていただきます。で、明日は1日、ガイドもさせていただきまして、明後日も、いろいろ皆さんにいろいろ、いろんな、ご指示等を出していきますので、私の顔をよく覚えてなかったら、お声かけください。では、早速、亜種研究所の概要についてお話を進めます。で、亜種研究員の、地理的な、位置なんですけど、今回いろんなところから来られていると思いますが、ここは亜種研究員じゃここです。で、京都市から、北に約35キロで、若狭湾、今話題になってます大井原発から30キロも離れていないと、海まで20キロも約狭行けます。水曜峠からだったらもう20キロもないぐらいの位置にあります。で、京都府福井県滋賀県のちょうど境界に位置しております。で、面積が約4200ヘクタールあるんですけれども、約半分は天然林、人の手がほとんど入っていない、入っていない天然林で、残りは実は人工的な作業が実施された林群です。で、あとよく原生林と言われるんですけれども、原生的な自然が残っているという方が、正確といえば正確ですね。で、標高は、今いるところが一番低いあたり350メートルぐらいで、一番高いところが三国岳かな、959メートルっていうのがあります。で、そこの三国岳には明日は行きません。で、三国峠っていうところ、明日午後からのコースにあるんですけれども、それとはまた別のところです。で、このように約600メートルぐらいの差があるようなところですので、谷がすごく深くて、30度から40度の急斜面地形が多いというところです。ただ明日の午前中に歩いていただく上谷コースっていうのは比較的緩やかなところです。で、由良川っていうのは実は亜種研究林が源流域です。で、明日の朝に歩きますコース、杉尾峠の方、最初の方杉尾峠通るんですけれども、杉尾峠の直下から由良川が始まっています。で、これ、ご立体の図で、ここが今皆さんがいる亜種研究林で、由良川はこの青いところをずっとこう流れて、綾部市、福知山市、そこからちょっと北に向かって、舞鶴と宮津の間に向かって若狭湾に流れるというような、こういう流れです。で、今は日本海に注いでるんですけれども、実は数十万年前まではこの辺からこう南に向きを変えて、実は加古川に流れていたと言われています。で、この由良川流域なんですけれども、実は大きな町が、大都市が全然ありません。福知山でも9万人、今も切るか切ない、切るか切らないかぐらいのこんな大きな町ではありません。一応、こことグラグラ大町ですけれども、で、流域の約9割が実は山地で、平地は 11% っていう、もう山ばっかりの流域というところです。で、次にその亜種研究林の特徴なんですけれども、ここに書いていますように、この流域レベルで約2000ヘクタール、だから亜種研究林の約半分 の、 その天然生林ですけれども、の大規模な天然林が残っていることが実はすごい大きな特徴である。で、しかもその低い標高のところから高い標高のところまで、で、沢筋から尾根筋まで、に至るまでがこう自然が残っていると。で、これほどの面積でこう残っている天然林っていうのは西日本で他にどうも例がない。そういう意味で亜種は貴重であるというふうに言われています。で、さらにですね、生物の種類が非常に多いことも特徴です。で、その種類が非常に多いことの、その理由としては、植生区分では実は暖温帯と冷温帯の移行帯に位置しているということと、気候区分では、日本海すごい近いですけれども、日本海側型と、太平洋ってここからだいぶ遠いですが、太平洋型の移行帯にも位置していることがありまして、この理由によって植物の種類が多くて多様な植物を示すということも特徴です。で、さらにその標高差がすごくありますので、ここはすごい雪が多い場所ですけれども、地域の同じ地域の中でも雪の量がこう違っていたり、地形がすごく風景者なところもあれば緩いところもあったりで、地形が非常に多様である、そういうところで、
植物の種や植生分布がすごく変化していることも種類が多いっていう理由につながっているようで、植生についてさらにこう詳しく見ていきます と、今からちょうど20年くらい前に、京都大学の大学院生の方と研究者の方が、調査をされました。で、配置資料にあったパンフレットにはまた違う数字が書いてあると思うんですけれども、この時の調査によって、126羽、438度と801種の、種子植物が確認されています。で、この調査によって、今までその貴重だと言われていたこの足の研究についてさらに認識が深まったというか、以下の点 が、が結論付けられています。霊音体と断音体の植物が共に見られる。日本海要素と呼ばれる植物が多く分布する。で、地方的な固有種が集中する地域に含まれる。で、亜種に隔離分布する種、依存種っていうのがあって、それらの貴重な分布地である。で、さらに自然度が高い立地に生育する植物が多くて、構成種から自然保護上重要な環境を保持しているということが結論付けられています。で、さらにですね、そのさっき言いましたけど、亜種に隔離分布している種、依存種っていうのは、何なんやというと、大昔、何十万年も前に、まだ日本が全体にこう寒かった時期、九州の方でもまだ寒かった時期に、おそらくここに上がっているような種類が九州とか四国とかにもあって、で、だんだんこう気候変動で、暖かくなってきた時に、暖かいところにが得意な、この暖かいところが好きな、種類植物がどん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 勢力を拡大してきて、割と寒いところが好きなこれらの種っていうのはどん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 、行き場を失っていたのが、次からやって新しい暑いところが好きな種にどんどん追いやられていってしまったと。で、もうどん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 こう逃げるようにこう、どんどん減っていって、ひっそりと自分らのそういう勢力の強いのが入ってこれないような場所にひっそりとこう住んでいるような種っていうのがあるんですけれども、こういうのが亜種に結構あるというふうなことも分かってきています。で、さらにですね、亜種の名を冠する植物種が実はいくつもあります。で、亜種杉とか亜種天南種、これ多分明日見れると思いますけど探してみてください、と亜種アガミっていう、植物もあります。で、亜種杉なんですけど、なぜ亜種の名前がついているのかなんですが、実は亜種杉っていうのは、まあ、杉、皆さん有名ですよね、よくご存知ですよね、花粉症の原因でもありますけど、この杉の実は変種です。で、変種って言ったら何かっていうと、DNA がこう杉とは違うとかそういうもんではないんですけれども、私も分類が専門ではないのでちょっとにわか勉強で申し訳ないんですが、この形態的形とか、形態的な違いや、あとそういうものを発現するような遺伝的なコードって多少違いがあるんだけれども、基本的にはその普通の杉と亜種杉は交配ができるっていうことらしく、あとは、形態的な特徴が、普通の杉とは違ってて、あと地域集団、これと同じような亜種杉だったら亜種にしか生えてなくて京都北部の観光にはなかったりするんですけれども、そういうような特徴を持ったものというので、変種というようなことを言うらしいんですが、亜種杉っていうのはこういう杉の変種であるということです。で、亜種でその採取された標本がその基準標本となったので亜種の名前が付いたというふうに言われています。で、杉については日本海側に分布するものが、代表的なその亜種杉、裏杉とも言いますけれども裏杉で、太平洋側に分布するものが表杉っていうふうに言われています。で、日本海側と太平洋側何が違うかっていうと雪の量が違います。で、その雪が多い少ないに応じて、だんだんと時間をかけて形態や性質にそれぞれの地域の環境に適応した共通した文化が起こってこう分かれていったというふうに考えられています。亜種杉の特徴としては葉や材が柔らかい。で、そのためにこう副上更新というような、特殊な更新をするということがあります。
で、これは明日の朝の午前中のコースで、また詳しい説明があると思います。で、植生についてはまた、3つ目ですけど、大体標高600メートルぐらいで、大体こう分布っていうか種類が分かれる一つの目安になっています。で、600メートル以下では、断音体系の植物が、で、600メートル以上では、まあ、明日朝歩くとこは600メートル以上ですけど、ブナとかミズナラとかの冷温体系の植物やアシュウスギが多く見られます。で、明後日3日目はこの辺を歩くので、きっとまた明日見るのとは違う植物が見られると思います。で、沢沿いにはカツラとかトキノキとかサウグルミとかが見られますし、あとこの辺はすごい雪が多いですので、仮設地域に特有の種もあります。あと仮設地域に特有の笹の種類も実は昔たくさん分布してたんですけれども、今ではほとんどなくなってしまったというようなこともあります。まあ、これは鹿の食害だったり、っていうのが影響しているのかもしれないですけど、今はもう本当になくなってしまいます。で、下による影響っていうのは、まあ、そのあるこっちどこでも今田んぼや畑に柵がしてあったりするんですけれども、亜州では1990年代後半から、どんどん被害が、拡大してきて、どんどん進行中である。で、仮想植生が著しく減少してもうどんどんなくなってきて、まあ、鹿が食べない植物ばかりがこう生えているというような状況です。で、京都大学の加藤先生と岡山さんっていうその調査によると、1987年に、確認された亜州アザミ、タイミンガサ、ウババミソ、シャクなどが2003年には確認できなかったというようなことも報告されてますし、また、彼らは植物だけじゃなくて植物を利用するその自分媒介者、マルハナバチなど食植生昆虫にももちろんその植物がいなくなるわけですから影響が及んでいるということも指摘しています。で、さらに鹿による影響なんですけれども、まあ、いろんな人が調査をされてまして、ハイイヌガヤとか、マチマチザタ、あと両面シダ、ミゾソバ、ウアガミソウなんかが、まあ、何人かの研究者によって、分布範囲が、まあ何年かの間とか、20年とかの間に激減したり、地域絶滅した恐れがあるという種もあることも指摘されている。で、そういう仮想植生が特に亡くなっているんですけれども、こういう仮想植生を利用する生物にとってはその大きな脅威、餌を取るところもなくなる、住む場所もなくなるというわけですから。で、さらには、最近分かってきた、調査で分かってきたことですけども、渓流の生物や環境にも影響があるということも分かってきています。で、まあ、そういうふうになると、まあ、由良川で言ったら鮎が結構有名ですけど、鮎の生息環境が悪化しているということも意味しますから、鮎の味がもしかしたら低下してしまうかもしれません。で、これ黒字っていう鳥なんですが、これがその竹の藪の中で巣を作ることが亜州で確認されている鳥なんですけれども、笹がなくなってしまったので巣を作る場所がなくなってしまって、今どうしているのかなとちょっと心配しています。で、これが1991年から1996年の公開講座の時の様子です。で、これ明日行く、午前中に行く、上谷コースなんですけど、ここが杉尾峠のところです。で、ちょっと暗くて写真見えにくいんですけど、よく見ると足元にもいっぱい緑があります。で、明日実際皆さん行かれてみて、この写真と実際がどうなるのかちょっと思い出しながら見比べてほしいと思います。で、これも全部歩いているコースですけれども、結構緑がいっぱいある。で、ここは、ここも多分明日行く、ここに、人が大人でも2人、3人入れる、熊のねぐらですよっていうようなところがあるんですけれども、そこでも人の背丈ぐらいの笹らしきものが入ったりしますが、まあ、この辺が明日、この写真とどれぐらい違うのかっていうのも見てもらえたらと思います。で、これ、1991年の下谷の大桂で、明日も行く予定をしていますが、どれが桂の木なんやというのは全然これ見たら分かりません。で、ここに実は人が写っています。で、それぐらいこういろんな植物がわーっと茂っていて、どれが桂か分からないぐらいだったんですけど、明日はどうなっているのかまた、見ておいてください。
で、ナラ枯れっていうのも鹿の影響だけじゃなくて、亜州の植生に大きな影響を与えている一つの要因にもなっています。で、1991年に京都北部で被害が発生してからどん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 南下して、亜州では2002年、京都市でも2010年に大規模な被害が起きています。今伏見稲荷の山の裏山の稲荷山でも橋長に入られないような防除法が取られてたりします。で、これクマハギなんですけど、明日も多分行く途中で、ちょっとあの辺に葉っぱが赤茶色い杉がありますが、あれがクマハギにあった、杉ですっていうような説明があると思うんですが、実際にクマハギっていうのがどんなものかを見る機会は明日明後日はほとんどないと思うので、私が昔撮った写真をお見せしますが、こんな風にこうクマが杉の皮を剥いでしまうと。で、ちょっと見えにくいんですけど、実はこの辺にすごくこう白い傷がいっぱいついています。で、これはクマがこうすごい噛んだりと爪で描いたりしているんですけれども、その理由についてはよく分かってなかったんですが、どうもその杉の樹液が、甘い樹液が出るのが5月6月ぐらいで、クマハギの被害が出るのもちょうどそれぐらいの時期なんですけれども、まあ、おやつ代わりにどうも舐めてるんじゃないかということが、なんか最近、理由の主流になってきています。これがちょっと拡大したんですけど、まあ、結構急だらけです。で、そのクマハギなんですけれども、なぜか由良川の東側、亜州はすごくクマハギが多いところでなんですが、由良川の西側の方では実はほとんど確認されていない、カリムと言っていいこと。で、それはなぜかということで、何年か前に京都大学の大学院生が調査をしていました。で、クマハギ被害にあった杉の木を探しに行ってですね、彼女は勇敢にも。で、そこについていたクマの毛を取ってきて、その遺伝子を抽出して、課外個体の特定を行う調査というすごい大変な調査を行っていて、私も多少手伝ったことがあるんですが、どうもこれをやるとクマハギをするハグマから生まれた子グマはクマハギをすると、でもクマハギをしないお母さんから生まれた子供はクマハギをしない、要するにお母さんから子供へ伝わる習性文化であるというふうに北村さん、大西さんというのは結論付けているというようなことも報告されています。ただこの最近兵庫県内で、兵庫県の林務の職員の知り合いの方が、兵庫県でもクマハギが見つかったと教えてくれたんですが、もしかしたらクマハギをお母さんに習った子供が由良川を渡って行ったのかもしれないなと思っています。で、ちょっともう時間が来ているんですが、まあ、由良川の源流域の亜州なんですけれども、まあ、かつて加古川に流れていたと。で、その、まあ、証拠というか、証拠となるようなものが実はあって、オヤネラミっていう魚があります。で、このオヤネラミっていうのは実は太平洋側を生息域としているんですけど、なぜか由良川にいるということが、このかつて由良川が加古川に流れていた、理由の一つとも言えます。で、これがその親にあるの写真です。マイルの松田先生が撮った写真ですが、で、由良川っていうのはすごい、急流で、すごい清流なんですよ。四万十川とか高知県の最後の清流四万十川にも全然負けず劣らずのすごい清流なんです。ただ、勾配を見るとこう亜州が今行くあたりがこの辺ですが、ものすごい急流で、福知山ぐらいからほとんど勾配がなくなると。で、この勾配のないところで実は今までに大きな水害が起こっています。一番近いところだったら2004年台風23号の時です。で、この写真で見ると、これも割と下流の舞鶴の方なんですが、この辺に家とかあって国道も走ってるんですけど、全然なくなって山際まで水が、泥水がいっぱい。で、この多分この辺りだと思うんですけど、ここ実習で行ったところですが、で、ここに私が立ってて、吉岡先生がここに立ってて、で、その時のこの台風の時にここまで水が来ましたよというような、水位表も立っています。で、これぐらいその由良川っていうのは、すごい急流で、最後の方が、まあ、急に地殻変動なんかで向きが変わって、すごい狭い谷の中を通って海まで届くので、下流は結構水害が昔から当たり前のようにあるというような
術的なところもあります。で最後に、人々と由良川この演習林との関わりなんですけれども、まあ、明日は行かないですが、ブナノキ峠とか笠峠とか山頂数なんとか山とかなんとか岳っていうのに峠とか坂っていう場所が実はいつもある。でそれはどうも人々が往来をしていた痕跡であろうと考えられています。あとは明日行く場所の途中にありますけど、木地市とか定山をする人が住んでいた。でそういう人たちが、まあ、一部山を使っていたので、二次林植生、天然林じゃなくて人がこう手を入れたというような植生になっているところもあります。で演習林が、1921年に設立されてからは、たくさんある杉を主役とした森林施工が実施されてきました。ただこの天然杉を、ね、どんどん主役なので天然杉を成長させるのに大きなこの紅葉樹の木を真っ赤らしたり切ったりしたというような手業をしたそうなんですが、今となってはそういう大きな広葉樹を残しておいた方が良かったんじゃないかなと、昔ここで仕事をしておられた技術職員の方が言っておられたのが結構印象的でした。以上ということで、ちょっと時間を押しましたけれども、続いての講義と明日からの実習をどうぞお楽しみください。どうです。ありがとうございました。何かご質問か何かありましたら、はい、どうぞ。今、ね、天然林という言葉を使われたと思うんですが、亜種も実際には木地が入ってたり、はい、まあ、当時の炭焼きだとか薪を機械とか結構人間がやっぱ入ってたと思うんですよ。あ、はいはいはい。それでも天然林って言われて、だからそう、天然林じゃない二次林植生、そういうところは今二次林植生だっていう言い方をしました。あ、はい、ほとんど天然林じゃないわ。もともとは天然林だったところを人が使うと天然林っていうには、天然林っていうか人手が入っていないっていうような、まあ結構定義としてはっきりしたものはあんまりないんですけど、人手が入っていないっていうようなこう考えてもらったらいいんですが、亜種は結構人手が入っていると。ただ入ってない場所も結構あるので、そういう意味で人手が、まあ、あまりほとんど入っていない場所が約2000ヘクタールで、でそういうふうに人手が多少入ったり、実際に人工林をしたりとか木を切ったりとかしたところが約半分ぐらいあるというようなことを聞きたい。程度ですか。その辺はなんか天然生林とか天然林の定義っていうのは結構その辺は難しいみたいなんですけど、はい、いや江戸時代っていうのはもう山っていうのは、枯れ葉を取っているようにしたりとか薪だとか炭だとかっていうことで結局里の生活とつながってたわけですよね。だからなかなか天然林っていう独立した形でずっと長い間やるっていうのは難しいんだろうなと。むしろそういうその人との関わり合いっていうのはもっと昔からあったんだから今どうしたらいいのかなっていうことなのかなっていう気もするんですけど、はい、天然林と同じような質問なんですけども、原生林と、ね、天然林とどう違うか、亜種とね、原種とどう違うか、ね、なんかあんま適当に言ってもいかんかなと思って、亜種。すいません、分類の専門じゃないので、亜種の説明はちょっとできません。はい。はい。はい。原生林は多分日本にはどこにも 人が全く入ってないというようなイメージが私はあるんですけど、そんな山は多分日本にはないんじゃないですかねっていうような。時間どのくらいですか。3秒。じゃあもう宴会でやります。ありがとうございます。今夜か明日の宴会の時期になるのか、すごくやります。中西さん、どうもありがとうございました。